ニーパイポー。あ、決まりました。ありがとうございます。北脇君には、はい、フルバックお願いします。ありがとうございます。日テレ女子のラグビー部、さあジャージ着てもらいました。はい、いかがでしょうか。すごい似合ってる。似合ってます。ヘッドギア、すごい似合ってる。ありがとうございます。なんかスッて入りました、ジャージ、はい、そうなんですよ。これ今年の新しくなったジャージを今着てもらってます、はい、そうなんですよ。この生地もまた一つ今回の新しいユニフォームの特徴なんですよね、うん、そうそうそう。そのファンの皆様のそのまあ使い古された衣類といいますか、そういったものを再利用してこういった一着ができるということで、あの選手の皆さんも口々に話されていたのは、そのファンの方々の思いも背負って今回のワールドカップ大会に臨みたいというふうにおっしゃってましたよね、うんうん、取材してるね。いや、もう取材してますよ。この4月からラグビー班入りましたから。そうだね、はい、そしてまあいよいよ、いよいよですね、開幕します。いやー、なんかこうずっと見てきましたけれども、はい、いよいよもう私だから4年間があっという間だった、うん、あ、前回大会からってことですか、うんうん、あ、でもやっぱりその日本のその自国開催で見られてきた時と、うんうん、でまたここでフランスで来るっていうのはその考えもひとしおなんじゃないですか。いや、すごいよね。何よりも楽しみ。あ、そうなんですね。あの4年前の熱気がまた味わえるんだっていう興奮、はい、うん、で今もうね、ちょっと早くお酒飲みたい。いや、違うちょっと待ってください。全然理由が違う。違う、はい、あ、違う。早くお酒が飲みたいで、なんかもう早く終わってほしいみたいな言い方になってますけど。あ、違う違います。あ、一緒に見ながら、うん、その試合見ながらお酒が飲みたいってことですか。そうそうそう。きっとね、試合中はもちろん取材するんだけど、はい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 、終わった後飲むお酒がもう。また勝利になれば格別ですもんね。いや、かぶってるやん。どういうこと。違う、飲み方間違ってます。用法、容量、皆さん守ってくださいね。これはさすがフルバック。いや、最後の砦ですから、ちゃんと笹崎さんのこと僕お守りしないといけませんからね。ありがとうね、はい、嬉しいよ。それだけはもうちゃんと正しい道に進んでいただきたい。お願いします。じゃあ今回の33人の桜の戦士、はい、そうなんです、見てみましょう。こちらです。ぜひぜひこちらなんです。ドドンと、はい、いや豪華な顔ぶれね、うん、やっぱり4年前から知っている選手もいますし、はい、まあ、今回新しく加わった選手も多くいますから ね、 ね、ちょっと気になる選手いますか。僕、マシレワ選手。おー、マシレワ選手がトライした時って、うん、一気に日本の空気だったり勢い変わりませんか。変わる。あのスネークポーズ、あれが出るとなんかこう、僕もいろいろ国際大会の取材とかをさせていただいたんですけど、ファンも一体になって、うん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 、こうスタジアムの空気も変わる、うん、そんな感じがするので、ね、なんか僕ちょっと見てみたいなっていうところも含めて気になってるんですよね。いや、トライした後のポーズにも注目です、ね、そうなんですよ。なんか何種類かあるらしいから。あ、そうなんですか。そう、スネークポーズだけじゃなくて。だけじゃないよ。そうなんですか。あの芸人さんが好きで、その芸人さんのポーズもするし、はい、なんか他にもあるっていう風にちょっと聞いたので、ぜひそのワールドカップでトライを決めて、はい、ポーズまで、そうですね、そこまで含めて見ていただきたいですね。注目してほしいなと思ってますね、はい、え、笹崎さんもいらっしゃいますか。いや、もう私はもう全員、はい、あ、ちょっとなんかそれずる。え、それ俺も言いたかった。いや、僕も全員ですよ。全員大好き。あ、そうですよね。全員に頑張ってほしい。一人なんて決められない。返して時間。俺の。いや、でも本当にそうなの。いや、いろんな選手をいろんな場所で私ご紹介してるんですけど、誰にしようかな。まあ、今回、はいはいはい、最年長で言うと、うんうんうん、まあ、あの堀江選手。あ、はいはいはい。堀江選手、この間あの壮行会があって、ちょっとお話聞いたら、髪型ちょっと変わってたのね。はいはい、あ、髪切られましたって言ったら、はいはい、あの、リペアしました。へー、髪でリペアってあんまり聞かないなと思って。あんま聞かないですよね。ちゃんと多分編み直したっていうか、リペアされてて。じゃあそれは気合の表れってことでいいですか。そうそうそう。だからもうちょっとね、この時より、ね、短い。へー、リペアしました。で、今回北脇くんにはフルバックをフルバックお願いしたので、はい、まあ、今回フルバックとして出場するであろう松島選手、はい、松島選手ですよね。スピードすごかった。僕生で見ましたけど、ステップも、いや、あんな軽快なステップ踏めるんですね。あとまだ強いですから、うん、でキックもうまいし、
でフランスにあのラグビーで行ってましたから、はい、そのフランスの地で今回ワールドカップあるわけですから、きっといろんな思いもあるんじゃないかなっていうところ、恩返ししたいところもあるだろうし、うん、強くなって成長した姿を見せたいっていう気持ちもあるかもしれないですからね。楽しみだ。まあ、そういう意味でフルバックは本当最後の砦っていうふうに言われてますけど、はい、今回ジェイミー・ジョセフ監督が33人選ぶ中で、はい、こう複数のポジションができる人をなるべく選んだっていうふうにも話していたので、まあ、今回フルバックでいうと松島選手、はい、でさっき話していた増山選手、はいはいはい、あと小倉選手もフルバック、ね、フルバックできますから、スタンドオフとかありますから、はい、あとレメキ選手もね、バックスどこでもできるっていう本当に素晴らしい選手なんで、はい、そう熱いですね。そう考えたら熱いよ。最後の砦がこれだけいっぱいいるっていうのも日本の強みにきっとなりますから、楽しみだ。楽しみですよ。まずは大事な初戦、ね、チリ戦、はい、ここで勢いをつけてほしいなっていう思いがありますよね。まあ、ということで初のベスト4進出なるかというところと、まあ、今回選手皆さん、うん、目指すは優勝。いや、なんかそうですよね。皆さん口々に言うのは優勝ですよね。はい、優勝。まあ稲垣選手とかってベスト4っていうと、もうどこかで負けるっていうことになっちゃう。そんな負けるっていうことは念頭に置かない。はい、全部勝つんだ。だから優勝っていうふうにも話してますから、ええ。優勝してる姿見たいね。そうですね。優勝後の飲むお酒は美味しいやろな。かぶってるよ。飲みながらかぶしてるじゃないですか。自分ということで、最後じゃあ日本代表の皆さんにエールを送るという意味でも、はい、うん、あ、わかりました。やっとく？やらせてください。ニーパイプこれ届いたと思います。届きました。フランス届いてますか？頑張れ日本。それでは最後にタックルとともに思いの丈をどうぞ。みんな私に言いたいことがあるそうです。笹崎さん、はい、お酒は飲んでも飲まれるな。本当だね、はい、もうちょっと本当最後の砦ですから僕ら。僕らっていうか僕うん、たまにはダメ。いや、たまにはいいですよ、うん、たまにはいいです。だからその優勝した時に取っておきましょうよ、うん、あー、そっかそっか、はい、まあ、一勝一勝勝っても飲まれない、ない程度に置いといていただい て, 置いといて、最後の優勝という素晴らしいその瞬間は、うん、もうそれは盛大にいきましょう。いや、もう最初から言ってる。飲んでもない飲んでもない、飲まれる前にやってる。日テレ女子アナラグビー部、ラグビーワールドカップ頑張れ日本。